ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。このリクエストにあやかって、男の人っていつもそうですね、コラを見ていくぞ。最近ネタ切れ気味なのでリクエスト非常に助かります。で、男の人っていつもそうですよね。ってのがそもそも何かというと、元ネタはこちらのゾンビの溢れた世界で俺だけが襲われない、という作品の。抱かせろ。男の人っていつもそうですよね。という、男なら広告で絶対一度は見かけたであろうシーンである。どういうジャンルの漫画かは察してください。まぶっちゃけゾンビから守ってやる代わりにエロいことを要求してるシーンなんだが、せっかく言葉を濁したのにぶっちゃけてんじゃねえよ。抱かせろ。男の人っていつもそうですね。私たちのこと、なんだと思ってるんですか？てな具合にめでたくクソコラが大量生産されてしまったのである。ダクスケールがデカすぎんだろ。あとなんで大使が喋ってんの？というわけで今回は、通称ダカセロコラを見ていこう。すでに原型ほぼないレベルで魔改造されてるんですけど。よし、それじゃあ前置きは終わり。それじゃあ本編行こう。じゃあまずは、そこそこ原型とどめてるやつから見ていこう。この言い方だと後半は原型をとどめてないんですね。超弁当いらない。男の人っていつもそうですね。誰のために早起きしてると思ってるんですか？いきなりお母さんになっちゃったよ。コテゾウは中学高校とこれよくやってしまう男子学生でした。お母様その説は誠に申し訳ありませんでした。じゃあ次。これ変えたい。男の人っていつもそうですね。打席式のやつとか、手裏剣のやつはないんですか？いやお前もこっちサイドなんかい。こういうのって買った後にニヤニヤするまでがセットだよな。ぶっちゃけ成人すぎてもニヤニヤしちゃうよな。誕生日おめでとう。男の人っていつもそうですね。で、別に嬉しくなんかないんですからね。ツンデレありがとうございます。なおこんな可愛い子は現実ではほとんどいない模様。つかこれリア充じゃねえか。えぐいぐらい負け組集漂ってますけど大丈夫ですか？お別れだ。男の人っていつもそうですね。残される側の気持ちを何だと思ってるんですか？闇のリアルが倒したとかよ。あれは展開分かってても大号泣不可避。じゃここからは食べ物編行くぞ。急に？飲みすぎだ。男の城っていつもそうですね。欲しがったってあげませんから。ある意味すっげー色展開だよな。この春大学生になる人マジで注意してね。カレーこぼしたので少し分けてください。給食係っていつもそうですね。他のクラスの給食のこと、なんだと思ってるんですか？もう原型崩れていってるよ。2年に1度くらいのペースで起こってた小学校の懐かしき思いで。このコマシュールすぎない？そしてカレーつながりだと。まだ、なん、おかわりあるよ。インドのカレー屋さんっていつもそうですね。私たちの試食が何だと思ってるんですか？何ちょっと何にかけてうまいこと言ってんだよ。で食べ物編終わり。ここからはアニメ漫画ゲーム編だ。深刻そうな顔なのに聞いてる内容ガンダムかよ。そしてガンダム有識者の人一晩待つのでおすすめ教えてください。確かにどれからとっつけばいいかわかんねえもんな。それじゃあ漫画から。ニーナとアレキサンダーどこに行った？勘のいいガキっていつもそうですね。人類の進歩なんだと思ってるんですか？それよりタッカーさんに何があったんだよ。進歩、発展のためには犠牲がつきものです。心へし折るセリフやめてください。からの、え、伏せろ。シャンクスっていつもそうですね。私たち東の海をなんだと思ってるんですか？で、お前が最後喋るんかい。という、ワンピースの名シーンでした。最後の一コマがなければ紛れもなく名シーンでした。名シーンといえば他にも。呼べよ。早く呼べ。だが断る。何？前後の文脈がないから何を断ってんのかわかんねえよ。ど素人の小僧がこの岸辺露伴に意見するのかね。だから気に入った。もうマジで意味わかんねえよ。という岸辺露伴のシーンでした。もう元ネタの方が割合少ないんですけど。あとはまあ
の時と一緒だな。え？な。やっぱりバカの一つ覚えなのね。これに関してはただの行列感動デュエルじゃねえかよ。というわけで以上、ラカセロちゃんクソコラでした。半分くらい原型消滅してましたけどね。そして同じ遊戯王でも詰まったのでサレンダーします。ワンキル使いっていつもそうですね。相手ターンのことをなんだと思ってるんですか。という、先行図書館エクゾもあったりする。作中屈指の名デュエルからまさかのただのソリティアゲーに。というわけでここらでこの動画は終わりだが、この動画で出しきれなかった分がまだまだあるので続編そのうちやります。やりたい放題じゃねえかよ。よし、終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。